メディアを再生するジェットコースターは行進力によりループに沿って運動する。完成による遠心力がジェットコースターを軌道へと止めている。等速円運動している単純な例。ボールは回転軸にロープで縛られ、円軌道を一定の角速度オメガ、ディスプラスタイルオメガで半時計回りに回っている。ボールの速度は軌道の接線方向のベクトルであり、更新力によって 常にその方向が変化している。更新力は張っている状態にあるロープによって生み出されている。更新力、または、急進力は物体を曲線軌道で動かす力のこと。その方向は常に、物体の速度とは垂直方向を向いている。質量 M、ディスプラスタイル M、速度 V、ディスプラスタイル V で、極律半径 R、ディスプラスタイル R の経路に沿って運動する。 物体の更新力の大きさは F イコール MV2R ディスプラスタイル F イコールフラック MV ハット 2R である。力の方向は円運動の場合には物体が運動している円の中心を向いている。運動経路が円ではない場合には部分的な経路に最も一致する接触円の中心を向いている。この力は円の中心についての物体の角速度オメガ ディスプラスタイルオメガを用いた項で書き直すことができる。F イコール MR オメガ2、ディスプラスタイル F イコールミスターオメガハット、2惑星の周りの軌道にある衛星では、更新力は衛星と惑星間の重力によって与えられる。重力は双方の物体にそれぞれ働き、その向きは2つの物体の重心を向いている。円軌道の運動では、この重力の中心は円軌道の中心である。 円軌道でない場合や、この場合には、経路に対して垂直な重力成分のみが、更新力となる。残りの重力成分は、衛星の速度を加速、または減速させる働きを担う。一方、アイザック・ニュートンの著書を含む一部の文献では、重力のすべてが更新力であると説明されている。これは、軌道が円ではない場合には、厳密には、正しくない。前述の公式は、 このような場合には適用することができない。ロープの先端につけて、円直な軸に沿って回転させた物体では、ロープの張力の水平成分が更新力となり、回転軸に向けて働く。自転する物体では、内部の引っ張り応力が更新力となり、物体の全部分が一緒に円運動している。ありがとうございます。